当に10センチぐらいのところでこう折ってもらって、これぐらいにしたら、こういうふうにビローンって長くなっちゃった場合には少し直していただいてもいいんですけど、このぐらい重ねられないので、この状態で一回冷蔵庫に入れて、山になるかなっていうぐらいな、落としたところでちょっと山になってくる、ちょっとご心身ほど入れていただいて、あとはレモン果汁なんですけど、卵白にしたいので、クッキーがあるかな、焼くところが。クッキーはそうですね。ちょっとみんなの優しい感じの色で。綺麗に取れないで、なんかビシャビシャしちゃうと、周りさにしないでほしいんですね。で、ここのね、真上だけ見ててほしいんですね。で、大体右利きの人はこうなりますので、ここが見えたら曲がったと思って、ここだけを追うようにこう、まっすぐ、まずまっすぐ切るっていうのがまずできないので、こうなったのをこれで、赤増やすか青増やすかみたいな感じですけど、でこれでギュッと押していただくと、かわいいかわいいこんな感じですね。はい、綺麗なんですよ。ジューってなっちゃって、冷凍してあげます。これね、比べていただいて。
なーって。なんかイメージと違いますよね、見た感じの。ゆげさんはどうですか？あー、うまいっすね。マジで。